道人身事故ニュース速報です。2021年3月30日20時24分ごろ、宇都宮線の間々田駅から小山駅間で人身事故発生しました。現在東京駅から宇都宮駅間の運転を見合わせています。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。